みなさん、藤井葵です。山崎教授です。みんなただいま。いや、お休みから戻りましたよ。この間見た映画でね、はい、出てきたんだけど、特にアニメでよくあるこのシーン、わかる？このシーン、アタッシュケース。はい。パカッ。あー、はいはいはい、煙出てね。あれ、放射線状で光が、あー、ある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 、はいはいはい、あれ何入ってんのやろ。わかる。そのシーン浮かぶけどさ、中身浮かばない。あー、やっぱそうやんな。お金かな。いや、お金はだってぎっしりじゃない？なんかさ、よくあるのがさ、お宝があるって聞いて、もうはちゃめちゃに頑張ってたどり着いたら、結局そのパカーンやったら、おじいちゃんからの手紙がちょんって入ってて、実はそれが大事だったんだみたいな。まあ値段よりも大事な価値みたいなやつね。ということで、今日は何を入れても超お宝になる光るアタッシュケースを作りたい。あ、そっち。なるほど。要は開けたら光って煙が出るアタッシュケースを作ります。なるほど。レッツこちらです。プライスレス。ということで、アタッシュケースの中身を考えてみました、はい、完成予想図がこちらです。はい。どうなってんのこれ。まず光ね。まあ大事だ。うん、これはダイソーの LED テープを使います。はいはいはい、はい、これがですね、人気商品で結構すぐ売り切れるみたいよ。葵も持ってます。あ、持ってますか。ピンクと水色を。ああ、いいじゃないですか。それの白をね、中にこう張り巡らせて、光はもうそれでいこうかなと思ってます。黄色じゃなくていいですか。まあ、黄色のイメージもあるけどな、なんか暗かったら嫌やん。あ、白にしよう。そう、一番明るそうな白にします。メモ。ほんであと煙、ちょっと調べたところですね、ご家庭で安全に出せる白い煙、ドライアイスしかないんですよ。やっぱそうか。うん、なので、まあドライアイスを使うんですが、ドライアイスを使うってことは、何らかの方法で開けた瞬間に水が出る仕組みも必要になるってことね。結構あの人たち大変なことしてんだ、あのアニメの皆さん。わざわざね、そのアタッシュケースに仕込んでるわけですよ。だから開けたら水がパシャってなって、でドライアイスが浸されて煙が出るようにしたいんだけども、ドライアイスをこう全面に敷き詰めてさ、それ全体を浸すほどの水、うんうん、もうちょっともう事前に仕込んで入れるん大変だろうと、はい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 、いうことで、これこう坂になってるわけですね。あ、なるほど。だからこうなってんだ。そう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 、はいはいはい、流れるようにね、こう流れて手前の方に流れてくる。ウォータースライダー。その、そう、ウォータースライダー、その手前にドライアイスが敷き詰めてある煙ですよ。はぁ、ということにしました。しかも、うわ、こいでここいでこ坂をつけることでですね、この坂の下に LED のバッテリーを入れることができる。バッテね。そう、バッテリーがないとね、 LED 光らせられないんで。しかも濡れたら壊れちゃうかな。そう、一石二鳥だ。坂にしてバッテリーと水をこう区画分離するわけや。いい感じだ。で、この真ん中のブロックが台座ね、うんうんうん、この上に物を乗せると。で、そういうプランです。そういうプランです。坂道をこう合わせて、うわー違う、うわー違うみたいな、大変だね。あー、そうなんですよ。なんかこの坂道はもう計算で出しちゃいましょう。計算でいけるもの。計算でいけるよ。中学3年生までの計算でいけます。あ、じゃあ余裕だわ。青いもおっと、いけるか。目に焼き付けない。なんかまあちょっと水セクションを後で考えるとして、うんうん、このなんかボックス部分は計算してからやりたいわけね。はいはいはい。このケースの内寸は測ればもう分かっちゃうんだけども、そのブラザーがさっき言ってた坂道のところ、そうだよね、角度とね、この角度とこの板の長さ、これは計算しちゃいましょうということで、こちらですね、設計図。はい、こちらです。で、この図がこれはこの横から見てます。はい。なんかこう坂がこうあるわけやな、 X のところ。 X のプラ板の長さが分かればいいわけや。あー、かっこっぽいね。で、そうで、しかもこう下にバッテリーを仕込みますのでね、バッテリーのこうサイズ、高さ19ミリとこう幅60ミリのこのバッテリーがここに入ると。はい。こっからこの X の長さを導き出していきます。あー、余裕ですね。余裕ですか。余裕なのか。今回でいうとこの横が201ミリで、でバッテリー60ミリの幅があるので、このちっこい三角形のここ141ミリや、うん、ここはバッテリーの高さと同じやから、ここ19ミリや。はあ、このちっちゃい三角形ができてると。で、このちっちゃい三角形とこのでっかい三角形、これが相似の関係になるわけやね。そいつ、それはもう中学生全員が授業を聞きながらクスクスするやつですね。はいはいはい。そう、この相似の関係になるので、この比を使ってこの X の長さを出していこうということなんだけども、まずその前にこの A の部分、A の部分、ここを出したら X 出せるんで、
この A の部分出していきます。はい、でここ19、ここ141、これ19対141の三角形で、このでっかい相似のところ、これこの大きい三角形見ると、ここ A プラス19対201、はい、この比の等式が成り立つはずと。うん、なるほど。これを解くと、まずこの A、 バッテリーの上っちょのところの高さが8ミリと分かります。はい、大きい三角形のここのところ全部で27ミリあるので、今度は三平方の定理を使いますね。おー、三平方の定理分かるよ。そう、お、分かる、うん、この直角三角形、斜辺 X、 底辺かける高さある2、それ三角形の面積の公式ですね三平方の定理は A 次乗プラス B 次乗イコール C 次乗っていう風に教科書には書いてると思いますが、やった気がする。お、やった。これを使ってですね、 x の2乗イコール、ここ27の2乗プラス201の2乗、これを解きますと x がだいたい203ミリ、203ミリの長さでプラ板を切れば自然とこの形にスコンとはまるわけ。はー、ここの角度は計算せんでね。ありがとう。もう自然にこうはまりますからね。助かります。で、あとこのアタッシュケース全体の横幅316ミリありますが、横にもプラ板がストンと入ってきますので、その厚み分ちょっと2ミリぐらい引いて、314ミリかける203ミリのプラ板を切り出せば、この坂が作れるということがわかるわけや。なるほど。ほんでこの坂道にはさ、台座を当てはめるこの穴を開けなあかんやな。あ、確かに確かに。この穴のサイズを測っていきます。その設計図がこちら、はい、どどん。今回セリアにあった黒いねスポンジのブロックをこの台座に使うので、なるほど、スポンジだ、ほんとだ。 そのサイズはもうこれ分かってますと。横から見た時の三角形にして、この真ん中のこの点線に囲まれてるここの部分にブロックが上からスコンとはまってくるので、掃除ですね。掃除ですね。はい、この一番ちっこい三角形で、この2番目の三角形で、この一番でっかい三角形、これ全部相似の関係になってます。ブロックのサイズでここ120ミリっていうのは分かってます。で、それをこの板の真ん中に開けたいから、こっち41ミリ、こっち40ミリとしました。で、そうするとまずここの三角形ね、40ミリ対AB の長さ、全体の三角形と相似になっているはずなので、201ミリ対203ミリの等式が成り立ちます。こっから AB の長さを求めていくと、 AB がだいたい 40.4 ミリぐらい。で、同じようにここ BC の長さも求めます。この BC がだいたい 121.2 ミリ。ここまで分かれば CD の長さ、全体の203ミリから AB と BC を引けばいいので、ここ 41.4 ミリということが分かりますので、はい、こんだけのプラ板を切り出せばいいということが分かるわけですね。みんなも勉強になってね。ミュージックスターツ。じゃあこれを早速切り出していきたいと思います。はい、今回はセリアの PP シートを使います。いや、これスベスベ素材切るの定規滑ってめっちゃ怖いね。いや、それ手マジで気をつけてやけど、サイズ変わったらあかんから、もう押さえつけが命よむずい、すごい滑るからね。頑張れよ。切れました。あー、いい感じ、いい感じ。いいじゃないですか。あー、もう全精力使った。指がさ、こう緊張で曲がらんくなるやろ。痛いやつ、ね、痛いやつ、そう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 。で、これをですね、グルーガンを使って組み立てていきます。あ、グルーガンでやるんだ。そう、グルーガン。これ PP シート、ポリプロピレン、ポルプルプレン、あとはあのビニールシートとかのあのポリエチレン、ポリエチレン、これがですね、普通の接着剤じゃつかないんですよ。あー、ビニールだからね。で、あとでね、あの水使うやん。はいはい。あー、そうそう、水漏れもちょっとついでに防止したいんで。やっぱ優秀だな、グルーガン。グルーガンでこう隙間を全部埋めるようにね、じゃあ組み立てていってもらいます。はい。隙間のところはグルー足して、手でいきたいね、これ熱い、熱いでできました。おーおー、綺麗綺麗綺麗、いいと思います。だ、この穴に台座もグルーガンでつけるってことはね。そうです、そうです。はいはい。で、あとはちょっとこの LED のケーブル通す穴開けて、 LED 張り巡らせて、バッテリー下になれば、これはもうこれで完成ですね。ちょっと一回はめてみるね、このボックスに。これはまらんかったらやり直しですからね。いきます。うわー、きつきつ、すげー、計算ってすごいよね。いや、計算すごいよ。こんなきっちりいくんだ。ちゃんと勉強しとくと日常生活に役立つんやから。あ、そう、おい。ほんじゃ、あとは水やねんけど、うん、あのね、ここを見てください。これ、ここがね、こうして蓋を開けるとここが緩んで、
蓋を開けるとここキューってきつくなるのよ。なるほど。これを基本的な構造にはちょっとしていこうかなと思ってんねんけど、だからあくまでも開けた時に何かが起こるっていうね、もともと全部仕込んでんじゃなくて、そう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 、蓋を利用したいっていうところですよ。そう、さ、もう先に水仕込んでもうたらさ、アタッシュケース閉めてても多分煙漏れ出ちゃうから。そうだね、これはちょっとちゃんと細工しよう。ちょっとこれ僕が考えたのがこれですね。このちっこいジップロックに水入れてみました。まあこれがパチンって割れたらいいんだね。そうギューってやったらいいかなと思ってんねんけど、どうでしょう。いやー無理かー。結構ジップロック蓋強いんやな。だいぶギュッてやんないとピシッてなんないんだね。いやでもこのこれ無理だな、ジップロック。これは無理か。ラップは？あーでもラップに水入れる難しくない？輪ゴムで普通に止めてみたいな。あーなるほど、こうキュッと袋状でね。パンパンにして。あーじゃあちょっとやってみましょうか。あーいい、きそうなのにね。あーちょっと無理か。え待って、ここでめちゃめちゃ難しいの出てくるんだ。これをもう刺すか。あ針でね。針で。いやこれパツンっていけるでしょ、ラップなら。だからここに画鋲いいとこに仕込んでギュッてやるか。よく入ってたよ、あのお母さんのお弁当でケチャップとかがさ、ラップで包んだなんて、爪楊枝だってチューってやるやつだ。見たことあるけど、そんなおしゃれなお弁当食べたことない。あー惜しい。あー惜しい。まあ、もうちょっとこれ全部がビャッと出なあかんね。だからもう開けた時の習慣を出すならね。そう、これでもいいけど、これで地味にポタポタやったら多分ね、あの煙ブワーってならへんのよ。いやどうしよう。あーおー、すっかり夕方になってきました。まさかこんなところでつまずくとは。まあでも解決しました。よかった、みんな聞いてありましたよ、いいのが。水風船ねえ、みんな水風船じゃんそらそうよ思ってたよね、多分。ほんまに頭固いでパンって言っただもん、水風船じゃん。いけるんですよ。でしかもですね、水風船使っててテストも終わってていけること分かってるんですよ。ちょっとそこ見てないからまだ。だからもうこの後本番いきます。開けます。これが例のものか。確認してくれ。いけた。うわ、ちょっと時間差あったけど、8億円。あそう、8億円。これだけあれば足りるだろう。めっちゃ高級夢やるぞこれが夢のアタッシュケースだ。うわいい。いい。一切編集はしておりませんだよ。うわー、いやすごいすごいすごい、光ってるな。高そう。8億円だ。めっちゃ理想通り。いやーなんかめっちゃ高級に見えるわ。お宝物入れができたわ。なんかさ、お菓子の普通の空き箱とか入れてても、え、なんかめっちゃレトロなやつなのかなってなれじゃん。あ、それがよく見えるってことね。初代パッケージなのかな。まあちょっと毎度毎度ドライアイス用意するの大変やけどな。わー、ということで動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。よく見るシーンだけどさ、いや一体何入れてたっけって、みんなちょっとコメントください。で、ちょっと実際調べてもあんま出てこんのよ。今んところ割れてんのが、菊之丞は腕時計、葵は金の延べ棒です。延べ棒ね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。今回のアタッシュケースは安いの買ったけどさ、うん、ちゃんと何万もするアタッシュケースって持ってたら、なんかあの人って思われるのかな。いやでも今回のやつも普段持ってたら結構えってなるんちゃう。あいつ何持ってんだって思われるのかな。目立つでこれ。歩いてみようかな。ありやと思う